どうぞ。いいの？はい。あ、ゆりうどんとどんどんどんちゃん騒ぎ。イエーイ。始まり難しいよな。あ、なんか Q が来るかと思ったよな。私が Q しました。ごめんなさい。ありがとうございます。はい、うどん特化型アイドルゆりうどん、21歳福岡県出身、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして MC 務めさせていただきますお笑いコンビ小暮のいいねむらたと、はい、リンダです、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。なんてよだけ盛り上げてくれました。ありがとうございます, います前回第1回終わりまして、はい、本日第2回目のどんどんどんちゃん騒ぎでございます。2回目でございます。ゆりうどんどう2回目迎えられました。まあ前回は、私的には、90点。おお、これは高いと見ていいのかな。いや、これはでも100点満点っていう可能性じゃないかもしれん。どういうこと？200点とか300点とか500点何点中か、何点満点中かっていうね。そう、まず300。もっとじゃあ頑張らないと。じゃあやっぱ頑張らないと。まあ、ここから伸びていくから。そう、ね。9点数高くてもあれが。そうよ。とりあえず言うの。本当に。あの冠番組ですから。そうですよ。そして今回皆さん見てください、衣装。うん、見て。衣装だ。これ衣装タイムです。こうなんか、今日は魔法少女。はい。探偵風。あ、ちょっと待って待って、魔法少女、探偵風わかんない、どっち。魔法少女はわかる。うん、そう、これ探偵風ね、帽子。え、これ探偵風。うん、これ可愛いよね、魔法少女か、やっぱり。うん、これ魔法少女よりかな、これ探偵ってこと。あの人がくれた。ラフラスな、あの人がくれた。ありがとうございます。皆さん随時プレゼントを、ね、受けたまわりますので、ほんま一緒でも嬉しいよ、はい、皆さんにあの人にありがとう言いましょう。ありがとうございます。こんなに可愛くなっちゃってね、本当に。ありがとうございます。ということで、衣装も可愛いんですけども、8月のもう末ですから、はい、あ、どう、夏休みって感じ、や、楽しんでる。そう、ね、楽しんでる。ほんま、よかったよかった。じゃ、どっか行ったとか、なんかそういう話あれば聞きたい。うん、静岡に行きました。お、静岡に。そう、静岡、うん、それ、え、一人じゃないでしょ。そう、家族でひいおばあちゃん家に行ってきたんですけど、ひいおばあちゃん、そう、でも、あの、すごい楽しかったです。ど田舎なんですよ、静岡の。ほうほうで、なんか、あの、30人ぐらい親戚が集まって、めっちゃ集まったね。バーベキューしたり、もうビール飲んだり。え、めっちゃいいやん。なんかもう、とにかく楽しかったですね。おーおーおー。え、それでさ、その時、うどんは出てけへんの？そう、うどん食べみたいな、うどん、ね、ゆりね、うどんみたいな、なんかどんな。いや、あのね、蕎麦が出てきました。蕎麦蕎麦蕎麦なの。いや、なんか静岡、蕎麦が有名みたいですよ。あ、なるほどね。まあ、まあ、蕎麦もね、美味しいですよ。美味しいけどね。そう、でも、あの、親戚たちに、ゆるうどん、今、あの、ゆりちゃん、呼ばれてるから、はい、ゆりちゃんはこういう活動してるんだよっていうので、あの、世界うどん化計画の、あの、MV を、もう30人に見せて、みんなで、はい、みんなで視聴会、視聴会ですね。そしたら、まあ、ゆりちゃんって呼ばれてるじゃないですか、ゆりうどんに変わりました。あ、そっからもうみんなゆりうどん、ゆりうどんって言ってくれるな。相性もね、呼びやすいですからね。そう、はい、ゆりうどん、ね、ボロいいよな、ゆりうどんってな。うんうん、そうそうそう、ゆりうどんおはようみたいな、うん、そういう感じになって、でしかもこう親戚がこの CD、1枚1500円なんですけど、はいはいはい、8枚買ってくれました。素晴らしい。え、それ8人が買ってくれたの、それとも1人が8人買って布教する、はい、そっちですそっち、はい、いいね。大型スポンサーがつきました、ね、あー、いや、8枚ってでかいね。そうね、でかいです。だから、もしね、あれだったら出張で静岡の方でこれも、そうだ、もしかしたら、ね、多分今、はい、香川と静岡で有名なアイドルです。まあまあ香川といえばうどんやから、いいところで言うもん、はい、静岡でも親戚が広めて、はい、東京でもやってるから、東京でもどんどん広めてっていうね。それで、どんどん、その親戚が CD を買ってくれたおかげで、はい、そのまあ、自分がグッズの発注とかしてるじゃないですか、セルフプロデュースだから、はい、全部一人でやってますから。だからお金の管理とかあるじゃないですか、まあ何枚売れたらまあいいなっていう。で、損益分岐点なかなかアイドルのこと。そうそこ全然ね、あの、関係なくしてるから。いわゆる損益分岐点越しました。よっしゃよしよし素晴らしい。こっからや、頑張っていこう。そうだから、こっからプラ
ラスです。買ってもらえれば。よしよしよし。黒字です。まだ買ってない方はね、よかったぜ、こちらずっと出してますよ。俺らでも考えたことないわ、そういうとこに来てね。考えろ。俺は考えとる。ということで、ゆりうどんとどんどんどんちゃん騒ぎは生放送ということで、お便りを募集しております。じゃあこちらにも出ておりますね。千住アットマーク CM.JP、千住アットマーク CM.JP、こちらのメールアドレスの方にメールをどしどしお送りください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、早速、第2回目もどんどん始めていきたいなと思います。そうですね、どんどんいきましょう。まず最初は、ゆりうどんの味覚はどうなってるの抜け打ちテスト。なるほど、味覚ね。味覚ね、はい、はい、ちょっと説明させてください。はい、お願いします。うどんアイドルを名乗る以上、今後出演するであろう食レポ番組に備えて、ね、優れた味覚の持ち主でなければなりません。うん、そうです。だがしかしこのゆりの、うん、豚肉と鶏肉の見分けがつかない。なるほど。などとうどんアイドルあるまじき発言をしていたと、はいはいはい、ゆりうどんママからタレコミがありました。あ、そうなんですよ。いや、これ本当の話ですか、これタレコミ。いや、本当で、うん、カレーとかに入ってる肉がどっちか分かんないんですよ。うん、確かに鶏肉の時と豚肉の時あるから。なるほど。そう。はい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 。でなんかそう炒め物とかに入ってるパサパサした肉、あれどっちですか？いや、あれじゃあどっちの可能性あるよな。そうね、あるよね、どっちの可能性もある。でも見分けがつかないっていうことやから、そう、確かに見分けはつくよな。見分けは多分つくと思うんやけど、その食べたらっていうね、その食感とかその味覚の部分ね。だからそこを鍛えるためにっていう今日の企画ってことですよね。一体ゆりうどんの味覚がどうなってるのということ で、 そういうことですよ。今回は某高級スーパーで購入した食べ物と、はい、激安スーパーで購入した食べ物を目隠しした状態で食べて、はい、高額な方を当てられるのかにチャレンジしてもらいます。いいですね。いいね。すごい。なお今回一般的な味覚の持ち主代表として、うん、リンダさん、あ、僕ですか、はい、にもやってもらいます。一般的な、はい、ゆりうどんの対戦相手になってもらうと。あ、わかりました。ご協力よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お二人、ちなみにその、うん、企画聞いて意気込みどうでしょうか？はい、そうね、ゆりうどんの意気込み、うん、あ、でも、うん、なんかそのやっぱり肉だけですから、私が分かんないのは。あ、そう、とりあえずタレ込みやすいですね。はい、あの普段うどん屋さんで、うん、高いところも行ってるし、そう、安いところも行ってて、うん、もう舌がめっちゃ超えまくってるんですよ。ほうほうほう。全国の21歳でそのなんか大会したら多分1位ですわ。あ、舌の超え具合1位。そう、超え具合1位。舌の超え具合1位か。それ自信あると。あります。リンダさんなんかに負けてらんないですよ。そう、1位だから。はい、これ何をってあんま言えない。なんでや、なんでや。僕38歳なんですけど、38歳成り立てなんですけども、僕は本当に高級なもの食べてなくて、もう本当にこれね、あの、はい、ガストでよく、はい、あの相方とネタ合わせするんですけど、ガストよく行きますか。そうね、やっぱ時間帯 によれば、あの日替わりランチとかあるじゃないですか。うん、ありますね。で日替わりランチとかよく食べてて、いつもね行ったら違うね、やっぱ食べ物食べてるんですけど、はい、僕はもう一向に 何も変わらず、ちょい盛りポテトフライしか食べれないんですよ。少なめの安いポテトフライね。そうです。これもう持ってもないもんな、ほんまに。そのものです。なん、ほんまにちょい盛りやもんね。ちょい盛りばっか食べる、ね、で、ドリンクも頼めへんからな。そう、水とちょい盛りしか食わない。本当にそうですから、本当にもう多分庶民一般の下代表です、本当に。あ、高級なもの食べてます。そうですね。ということで早速準備の方していきたいと思います。はい、じゃあお二人ちょっと目隠しをちょっと終わったらいいと思うんですけども。わかりました。目隠しの、あ、持ってくるか。これでも本当に高級なもの食べなさすぎて、俺マジで言いびっくりして、マジでお腹痛くなる可能性あるかもしれない。マジでほんまに俺これそれだけちょっとビビってる、マジで。あ、なるほどね。はい、じゃあほんまに庶民とかじゃなくて、そんな食べる機会がないというか、やっぱり、はい、うん、じゃあ皆さんその、はい、いいですか、お願いします。はい、私はこの可愛いトトロ、はい、じゃあこちらご用意しました。いかつい感じの、まず、はい、一つ目はシャインマスカットでございます。はい、シャインマスカット、はい、高級な方は一房4000円。えっ、いやマジ高級っすよ。で、激安スーパーの方でも一房1300円です。高っ。え、1300円でも高いんだよね。そうそう、シャインマスカットは基本高いんですよ。うん、こんな感じで A と B に分けさせていただきました。マスカット、はい、まず A を食べていただいてというふうになりまして、はい、で次 B 食べていただいて、どっちが高級かを当ててもらうという対決でございます。 OK です。 OK かな。あの、僕はあの、まず、うん、バスカット食べたことないですけど、食べたことある、バスカット、バスカット、バスケット、うん、バスケットのバザー、バスケット、バスカット、バスカットね、シャインマスカット、あ、シャインマスカット、俺食べたことないんですよ。あるんですか、ゆりうどん。ないです。あ、ゆりうどんもないんや。ないんや。え、じゃあこれやっても意味ないんじゃない。いや、
強ね。そう、新しいものを食べても大体美味しさっていうのは分かるじゃないですか、これは。ああ、なるほど。その中でも美味しいものだなとか。なるほど、基準が分かんないから、まあまあ美味しいか美味しくないかっていう、そのあれね。そう、はいはいはい、それでこそやっぱりあのうどんアイドルだと思うので。分かりました、はい、さあそれでは、A か B どっちが高級か今から決めたいと思います。はいはい、じゃあ今ね2人とも目つぶってるんで分かってないと思うんで、はいはい、バレないように。どっちが今高級なのかってことですね。見た目でもバレないよね。シャインマスカット。おーはーい。おーえ、デラウェアよりどれぐらい美味しいんやろな。デラウェア？デラウェアって言えへん。デラ、あ、なんて言うんだろうな。何それ？あの、ちっちゃい、ちっちゃいなんかあの黒っぽい、うん、俺あのお客さんの顔が見えへんからめっちゃ不安なよな。私は見えない。え、デラウェアっていうなんかブドウありますよね。怖いねって。誰かが何か言ってくれたら怖いねって。お客さんはね、あの声出されへんから。え、デラウェアってブドウ知らん？ユリウドン知らない。あれ巨峰しか分かんない。ちょっとスタッフさんでもいいんで、なんか誰かデラウェアの情報。高級って書いてある方がね、見つけました。はい、あ、大丈夫ですか。それでは、はい、高級か高級じゃないか、あとごめんなさい、つないでいただいてね。はい、それでは、これにしようかな。じゃあまず、A はこちら。はい。はい、皆さんにも見える。なるほど。さあ、高級か高級じゃないかってことですね。見えました？お客さん見えました、はい、A はこちらでいきたいと思います。どっちも高級なんですけどね。見た目でわかんのかな。そして B が、ね、はい、こちらと。見た目でも違うのかな、どうなんだろう、うん、はい、これでいきたいと思います。はい、はい、それでは、まず A からはい行かせていただきます。じゃあ手を差し出していただいて、はい、私たちが置きたいと思いますね。あ、はい、わかりました、はい、それでは、あ、ちょっと手伝ってもらおうかな。ちょっとマネージャーさんちょっと手伝ってもらっていいですか。すいません、ありがとうございます。はいはい、じゃあこれでね乗っけたいと思います。はい、乗っけました。はい、乗っかれました。はい、乗っけました。これが A。こちらが A でございます。これが A ですね。はい、わかりました。はい。それでは、パクッとお願いします。はい、じゃあいただきます。うん。うん。え？今ゆるの食べておる？ほんまに静かになりすぎて誰もおらんのかな？どうですか？うんうんうん、うんうん、まずこれ1個目やからね、はい、めっちゃ美味しい。そう、めっちゃ美味しい。初めてやもんな、うん、まずシャインマスカットが美味しいってことを知ってもらえた。じゃあもう続いていっていい？はい、オッケー、それ覚えといてや。これね、続いて B いきたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。さあこちら、よいしょよいしょ。いや、これほんまに、はい、はい、これ B でーす。はい、これ B です。はい、いいですか。はい、どうぞ。はい、いただきます。ん、全然違う。全然違う。さあ、どう違うのかですよね、これが。違いますね、リンダさん。あ、リンダも違うと思う。うん。さあ、決めていただきましょう。それでは、目隠しを外してください。はい、お願いします。はい、もう、マスシャインマスカットは目の前にはございません。はい、わかりました。何もございません。はいはい、味覚だけでございます。はい、それでは、うん、A、B、どっちが一房4000円の高級マスカット、シャインマスカットか、はい、お上げください。はい、どうぞ。はい。はい、あー、一緒か。一緒。B！ うん。なぜそう思いました？ B、あの、はい、まず、張りが、食べた瞬間 のパリッと感ですかね。パリッと感があった、はい、おなるほど。リーダーさん、僕はその味の濃さと、うん、あと皮の残らない感じとっていう感じでしたね。はいはい、そうなんだ。なんかちょっと、うん、A はより残ったかな、皮とか、ね、あとちょっと味がちょっと薄かったかなぐらいの、はいはい、さあ皆さんはもうね、どうなったか答え分かってるかもしれませんが、お二人にじゃあ正解発表したいと思います。正解は B、A が高級。嘘。嘘だ。どう考えてもいい。どう考えてもいいですよね。お前。ごめん、どう考えても A です。いやいや、これは確認しました。やってる、やってる。やってない、やってない。ね、絶対、え？これちょっと盛り下がるなと思ったんですよ。わかりやすすぎて。ね、あ、これ当てちゃったなと思った。ごめんなさい。なんやと俺逆に A にしようかなと思ったぐらい。
もう明らかに違うからそう明らかに違うからもう A にしてバラエティ的にねそうそうバラエティ的にしようかなと思ったけど高級じゃありますけど A でした残念2人とも失敗ほんまか、ま、ちゃんと確認何度もしてちゃんと繋いでくれてあれもちゃんと確認してやりましたから間違ったらあかんと思ってちょっと自分が信じられない俺も信じられないマジでやばいぞ全然違うからかやばいマジではい 2編目ねあ、そうなんだ目隠し、はい目隠しお願いいたしますあ、目隠しますさあ次は分かる残るいや今のちょっとね意外なの2人ともかどう考えんすよそれでは続いては、はいはい、オレンジジュースですあー、はい、オレンジジュース、はい1ボトル1000円と1ボトル300円うん、3倍違う全然違いますから、うん、まあじゃあ続いてこちらいきたいと思いますじゃあ A こちらはい A こちらでいきたいと思いますはい、はいはい、そして続いて B こちらはいはいはい B こちらでございますということでございますそれではまず A からいきたいと思いますはいはいでは、これは僕一人でいけそうやな。では手ちょっと、はい、ありがとう。うん、はい、じゃあ、りんなさんそのままで。A、はい、どうぞ、はい。はい、これが A でございます。こぼさないようにね、はい、衣装もあるからゆっくり言うんでね。はい、A、それではお飲みください。どうぞ。はい。うん、うまく飲んだ。さあ、りんなさんの方が量ちょっと多め。あ味わってる、味わってる。これ全部飲んでいいんですか全部飲んでもいいですよ。いや、もうこれ私一口でいいです。お、一口あえて。自信がある、これは。一回置きましょう、じゃあ。うん。みんなさん全部飲んだはい自信があるということでございますわかりましたじゃあ続いて B いきたいと思いますはいはい、はい、OK こぼさんよりな、はい、じゃあみんなもこぼさんよりな OK、はい、それでは B お飲みくださいどうぞはいさあゆりゆどが考えているリンダは喉乾いてただけあーでもおー考えてるあの、うん、こっちだなって思う方と、うん、自分が好きな方違うわあーなるほどじゃあ一回解説してもらえますか、うん、わかりますわかるわこれほんまにどうしたらいいんやろじゃあ置きましょうゆりゆどんの言う通りや自分が好きな方と多分高いのってこういう味なんやろなっていうのがあるよねありますねさあそれでは目隠し外してくださいお願いしますちょっと待ってマジで分かるユリオドンが言ってることほんまになんか自分の好きな味好きな方が必ずしも高級じゃないそう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 えこれどうしようどっちで行こうでもリンダさんがそう言うんだったらちょっと自信なくなってきた、うん、いやなんでやねん逆に最初は一緒やったのに感覚そうじゃあもう決めたうん俺が買うとしたらで行こうじゃんもうそうやったら、はい、それでは、うんどちらが高級1ボトル1000円のオレンジジュースか、うん、お上げくださいどうぞはいA! A! おー、揃いました嘘それでは、ね、正解を発表したいと思います正解発表すんのなんで A やと思いましたそう、なんで A は、うん、あの、まろやかさまろやかさがありましたそう B は、うん、B は B はスッキリ感、うん、そう多分まろやかの方が高級なんじゃないかなるほど、ね、表現が難しそうですよね A の方がちょっと甘みあって、うん、B の方がちょっと酸味があったよそうねでちょっと酸味があるってことはやっぱりその素材を生かしてるからそのちょっと酸味が高級なのかなと思ったけど俺は甘い方が好きやから、うんあそういう考えっていう自分が好きなのが高級な方なんじゃないかっていう考えであってほしいわかりました、うん、正解ははい A ですうわーそうなんだやったやった嬉しいわ俺もなんか嬉しいやったはいでは正解でございます、はい、やったいやでもほんまに今のは味覚良かったんじゃないですか、うん、はいはいあそうなんだよかった当たってた当たってたね、はい、飲み物に関しては2人いいとうまいいう感覚かな、はい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 、今のところ任せてくださいなんだ早い次で決まります次ラストいきましょう、はい、続いてはこちらでございますあ、はい、目隠しありがとうございます、はいこちらゆでうどんあ、ゆでうどんゆでうどんゆでうどんゆりうどんではなく、はい、ゆでうどんあ、これはでもねもうゆりうどんさんの得意じゃないんですかもうそうやんなこれは正解してほしいな、いや絶対間違えられないやつですよね、まあ、これはもう何万食と食べてきてるわけでしょ多分うどんをやったらそうですねその信頼度が失っちゃいます、うん、これ間違えたらそうですよ、ね、色見てくださいこの観覧の人、はい、色でまず違いますよねいいのかなと思うのですねこれやっちゃってちなみにこっちがこうでこの色の色全然違いますよね
色違いますよね。はい、色違います。じゃあ続いてこう、じゃあ A はこちらでいきたいと思います。じゃあ配信の人に見えるようにしようかな。じゃあ A こちらでいきたいと思います。で B こちら、はい、 B こちらですね。はい、それではいきたいと思います。これはどういうあれなんだろう。カップに入ってる、フォークをじゃあ器お渡しします。フォークを渡し、フォークを渡します、はい、フォークを渡します。はい、じゃあ、はい、どうぞ。これ、はい、これ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 パクっていっちゃえばいけますので。あ、わかりました。あ、これこのまま、はい、うん、このままいけます。それではどうぞ。あの麺だけだからちょっと味が良くないよね。つゆとかないもんな。さあどうだ、噛み締めてください。じゃあフォークはお預かりしましょう。でも食べたことない味がします。私、お、食べたことない味がする、ゆりうどんでも。えほほほほほほほ。ちなみに高級な方は1食400円、高級じゃない方は1食50円のうどんでございます。大丈夫、いつも食べて。続いて B いきます。はい、はい、じゃあ B の方行きたいと思います。ではちょっとね、フォークをまた、はい、もう突き刺してるんでね。はい、それではお食べください、どうぞ。はい、うん、いや食べ方、はい、笛やないねんから、笛やないねんから、うん、笛みたいにすな、うん、オーケーオーケー、そう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 。さあどうだ、ゆりうどん。うわー、え、さあ全然ちゃうな。全然違う。あ、今回も全然違うんだ。どれも全然違うってことか。じゃあ違いは分かると、違いは分かる、下の持ち主であることは分かります。まずそれがいい悪いかはまだ別として、人によって変わるな、これ。それでは目隠し外してください。よろしくお願いします。ちょっと待って、さあどう来る。決めました、決めました。はいはい、さあそれではいきましょう。はい、どっちが高級ゆでうどん、せーの、ドン。 A！ A！ うわー、また被ったよ。被った被ったるかー、リーダーさん、なんで被るかー。いやー、なんか、うん、俺も食べたことないうどんの味してて、うん、ゆりうどんも食べたことないって言ってたから、うん、高級なんじゃないかな。はい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 、食べてます、私すごいな。食べてる言うてる、ね、食べてる出る。なんかすごい、ゆりどんどん、あのね、うん、A の方が小麦の香りがしっかりしました。いいコメントしてね。で、うん、でも B の方が舌触りは良かったんですよ。あー、わかる。そう、だからそうそう、どうだろう、あんまり差がないように感じる、総合的には。ほうほうほう、そっか、今のコメント聞くと差がない感じ聞こえるけども。でも A を選んだ。でも、はい、うん、わかりました。香りが難しいです。香りが難しい、はい、一番。それでは正解発表したいと思います。はい、正解は、はい、高級ゆでうどん、はい、A です。よかったよかった素晴らしい。いやいや、でもそろそろ B 来るかなって思われるの嫌やから A にしたわ。あそういう判断嫌やから A にしたわ。そこは考えた。いや、それはでもちゃんとしたレジャー選んでくれたってことや。そういうチョイスじゃなくて、はい、正解しました。よかったです。もうちょっとゆりうどん人生がここで崩れるところ。そうやな、お前によってはあいつダメだね、思われたらな。思われるところって考えると、はい、シャインマスカットだけ不正解ってことだ。うん、あれはそうそう、あれは信じられない。ねえ、だから二人ともあれや、うん、食べたことないから分からんねん。そうそうそう、だから食べたことないから食べてくれよ。じゃあ食べてみてください、うん、ああはいはい、はい、俺は実際目隠してやるか。はい、じゃあ分かりました。じゃあスタシャインマスカット、そう、はい、シャインマスカット食べてみて。ああ、食べてみますか。僕は食べたことあるんで。そうね、多分もう一瞬。じゃあ一個だけ、一個だけでいいよ。もう高級か高級かじゃない方だけで。そうやな。で、高級か高級じゃないで言えばいいから。全然よ、全然よ、全然よ。いや、マジで、うん、はい、じゃあ手に乗せていただいて。じゃあまず、うん、A。 あ、A が、A いきます。あ、A いく、はい、うん、うん、いつも食べてるやつ。おー、で、うん、で、B いいですか。うん、うん、いきます。はい、うん、全然違うよね。どう
いつも食べてるやつ。ごめん、うん、全然違う。全然違います。これは外すわけない。わけない、うん、じゃあもういいか。いいです。これいいか。正解置いとくこっちを。 MM カード取っていい。はい、どうぞ、うん、いいですか。正解は、はい、B です。正解は見て周りの空気見て。なんや、どっちへ。当てたんやろ。当てたんやろ。どっちと思う。さすがに村田なったやろ。正解 B です。よーい。素晴らしい。ダメだ。いや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 、お前ら、私たちがダメだった。やばいね。全然ちゃいましたよ。だから食べたことあるからやんね。いやいやいや そうや。全然ちゃう。ハリも中身の充実感、ジューシーさ全然違う。うそ。もうあんなもん。いや、もううるさい、早く進行せ。うるさい、早く進行せ。いや、まあでもほんまに食べたことないっていうのはでかかったかもしれませんね。ということで、でも結果的に2勝1敗、はい、そうですね、2人とも、うん、そうね、結果的に勝敗。まあまあまあいい感じじゃないかと。同じ味覚の持ち主、同じ味覚の持ち主。それが言われ分からないけども。まあでも今後もやっていきたいと思うんで、これに関しては、ね、やりたいですね。決着つけたいです、まあ、そう。だ結局どうなったっていうか、味覚が良かったのか悪かったのか、まあ、いい方っていう今のところは。そうね、だから平均的な38歳と同じぐらい。そうそうそう。年齢的にはより上いってるかなぐらいは。人生経験的にはってことで、悪くはないということでございます。これからすごい下の持ち主になるようにゆりうどん頑張ってください、はい、お願いします。では続いて、はい、CM の後は新コーナーゆりうどんの東京うどん日記です。ゆりうどんの東京うどん日記。どうして、どうして東京うどん日記。 CM 中のさ、うんうん、
のシャインマスカットの話題でちょっと、うん、あのあ、ね、次のいいことを忘れてた。ちなみにあの配信見てる人は分かんないと思うんですけど、はい、あの観覧のお客様にはシャインマスカットお配りしておりますので、はいはいはい、よかったら次回以降もぜひ観覧のお願いします、はい、これますんでね、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、何ですか、はい、新コーナー、ゆりうどんの東京うどん日記は、はい、東京のうどん屋さん巡りをコンセプトに、ゆりうどんが最近気になってるうどん屋さんにうどんを食べに行くというコーナーです。素晴らしい、いいですね。ザ・ゆりうどんだからこそのコーナー。そうですね、そうなんです。今回はどこのうどん屋さんに行ってきたんでしょうか。今日は、うん、あ、今回はね、もう行ったわけじゃない、まあ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 、まあ、今日紹介するのはね、今日紹介するのはです、はい、今日紹介するのは気合が入りすぎます、はい、今回は、はい、今回は武蔵村山市の村山満月うどんさんに行かせていただきました。結構遠方の方まで行ったのかな、うん、そうですね、だいぶ西でした。もうだいぶ西の方に行きましたね、うん、東京の、はい、いいですね、それをちょっと見れるということですか、うん、はい、わかりました。じゃあちょっと映像の方をちょっとお願いしたいと思いますけど、はい、VTR、うん、スタートさあ始まりました、ゆりうどんの東京うどん日記、うん、記念すべき第1回目は、うん、武蔵村山市にやってきました。ちゃんとこの格好で行ったんですね。武蔵村山名物、村山家庭うどんを味わいに、家庭うどん、村山満月うどんさんにお邪魔したいと思います。いいですね、はいはいはい、出てる。まだ新しいんかな、はい、いや結構ね、老舗のあの創業的な有名なお店です。1代目、2代目、店内も結構和風な感じでお客さんもたくさんいて賑わっています、うん、すごい人気のお店なんですよ。そうなんですね、うん、っていうのがおすすめみたいですから、肉汁つけうどんのあったかい、はい、と、はい、お、何見つけた、お、武蔵村山さんへぇ仕様のうどんっていうのがね、うん、あの村山家庭うどんのなんか共通のこだわりみたいです。地粉を使ってる、地粉、村山家庭うどんっていうのは武蔵村山市の名物郷土料理なんですけど、観光総裁の最後に食べたりとかして土着の食文化ということが分かりますよね。村山満月うどんさんは食べログの100名店にも選ばれてるぐらいすごい、あの、すごい人気の東日本で100位に入ってる口コミがすごいね。っていうのが100名。僕のプレゼントですか？え？おかみさんが？大将さん。あ、そう。あ、ゆりうどんじゃなくて？大将さんがなんか歌ってくれた。そうなんだ。ゆりうどんの お礼にとかじゃなくて。これは生歌なんですか？スピーカーから出てますね。これもうどんの歌？そう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 、だからやっぱり昔からの食文化だからそれを歌ったみたいです。大太いんですね、うどん。お店の雰囲気が変わりましたけど、う、ね、うん、うん、あ、大将からしたらすごい上手ですね、うん、大将さんがね、私のアクリルスタンド買ってくれた。素晴らしい。ライバルですか？ライバルなのか、うどん系アーティストのライバル、ね、締め結構ね、ラーメンとかに分かれるけどうどんなんですね、やっぱりすごい、うん、サビかな、どんどんうどん、サビかなどんどんうどん、うどんどんどん、村山うどん、うわ、あ、もうね、ふるさとの味だ、うん、いい歌やな、うんうん、めっちゃいい歌、うん、いいね。ちょっとこれは私のファーストソング、世界うどん化計画と、うんうん、どう、シンパシーを感じます、うん、いいですね、言葉選んだな今、うん、アクリルスタンドいっぱいある、うん、これ並べてくれてるのかな、あ、まだ、この後に買ってくれたんですよね、店内が。じゃあ次行ったらおるかもしれない、ね、おるかもしれないです。大将さんはお歌を歌う方でした、うん、なるほど、あ、来た来た来た、ここからですよ、来ました、あら、あ、ここでも 食レポを期待できるのかな、そうですよ、あ、食レポ、じゃあシャインマスカットから挽回しないと、そうやな、美味しそうです、もうすでに肉汁のいい香りがします、うんうん、こちらの家庭うどん、
ちょっと普通のうどんと色味が違うのが分かりますか。小麦の襖、殻まで入ってるので、このようなちょっと暗い色味になっているということです。はい、それではいただきたいと思います。麺の重さも結構ずっしりしています。揚げ茄子と、この分厚いね、お肉が入ったいいね、おいしそう汁と一緒にいただきます。いい食べっぷりやな。おいしい。コシが非常に強いですね。もっちもっち、歯ごたえ抜群です。いい、ね、そしてこの肉汁つけうどん、肉汁、まさに肉汁がですね、非常に食欲を引き立てるお味がしています。そして、ね、ちょっとカツオだしもある、うん、で揚げ茄子のね、この油、非常にもね、旨味が凝縮したし、うんうん、麺と一緒に口の中に広がって、もう最高のうどんになっておりますね。うさぎさんの麺だけ。そうね、これね、可愛かったよね。そう、あ、もうためらいなくためらうことなく、ね、顔は食べないでとか食べるとかな。香ばしい香りがします。これがね、味わい深い麺ですね。小麦粉は、薄まの部分に栄養がたくさん入ってるみたいで、野菜もね、肉汁も、人参も、うちの野菜と一緒にこのかてうどんを食べるから、非常に栄養満点のおうどんとなっておりますね。土着の食文化ならではの生きる知恵を感じるようなおうどんとなっております。こちらの舞茸も人気のトッピング。勉強していきましたが、ちゃんと。あ、そうなん。しっかりとしたコメントやわ。最高、おかみおすすめのバナナ店。バナナ店、チョコレートシロップをかけて食べる。デザートみたいにして食べるんや。これはなかなかない。バナナを揚げてると。ありなんですか。そう、天ぷらにチョコって珍しいですね。珍しい。天ぷらとバナナとチョコ、どう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 、ちょっとんんんんんんんえあ、よかったよかった、そっちか、めっちゃ美味しいみたいな、もうバグが起きそうな感じで、そうね、今ちょっとバグ起きてたもんね。起きててバグの間がちょっと長かったね。初めてやもんね、あのね。最後にですね、こちらのゆでつるをご提供いただきましたので、お出汁をいただきます。出汁に入れて、あ、つけ麺みたいな感じやな、うん、食べ方としては最後は、うん、はあ、そばっぽくもあるかな。あ、確かに。いいコメント出たな、最後。村山満月うどんさんにお邪魔させていただきました。そう、村山満月うどんさんでは、大将とおかみの愛の詰まった栄養たっぷりの、うん、村山かてうどんが食べられるということで、皆さんもぜひいらしてみてください。そしてですね、私のサインを店内に置かせてもらえるということで、そうなんです。すごい有名人になれたような気分で非常に嬉しいんですけども、うん、皆さんぜひ村山満月うどんさんにいらっしゃって、確認してみてください、うん、第1回ゆるうどんの東京うどん日記、ご視聴ありがとう。うどん、はい、初めてやるね、もうこれ初めてです。全然良かったよな。めっちゃくちゃいい。ちゃんとできてた。ちゃんとね、伝わりましたしね、はい、うん、ちゃんとうまうどんっていうね、そう、締めのコメントもあるし、ね、でもあれは結構、うん、私よく言ってる。よく言ってんだね、うん、絶対言うべきやなと思った、うんうん、完璧完璧、よかった、まあ、そうですね、これから食レポ番組に読んでいただいて。そうやな、今も見てね、アピールになると思うんですよ、うん、でサインも飾ってるって言ったし、そうなんです。すごいね、大将とかみさん優しい方で、うんうんうん、そのさっきも言ったけどアクリルスタンド買ってもらったりとか、そのサインも貸してもらったりとか、うんうん、そう、なんかすごいほんわか、なんかにぎやか、アットホームな感じね、はいはいはい、そういううどん屋さんで、しかも美味しいっていう、うん、最高やな、ね、そう。え、そのサインってゆりうどんだけなのかな、飾ってるの、他の有名人とも飾ってた。なんか一人いた、一人いたんや、いたんだ、もうすでに。それ誰やったか覚えてない。覚えてない。いや、僕らも一回だけそのお店に置かせてもらったところあって、うん、はい、でそこで置かせてもらったら一人別に置いてある人がいて、僕らが二人目みたいなんですけど、それが湘南の風でした、ね、めっちゃすごいじゃん。パタパタ並べてんねんて、湘南の風、僕で。そうなん、
もう一人も気になるので僕ちょっといつかそっちの方行くのでちょっとぜひ行きたいなと思いました。美味しそうでした。素晴らしい。はい、改めて拍手を送らせていただきます。今回の VTR はですね、本日18時にこの後、うん、そうすぐやね、ゆりうどんの YouTube に投稿されますので、もう一度じっくりご覧ください。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、はい、さあ、続いては、うん、続いては、うん、お便りお便りのコーナー、はい、よお便り来てるんですかね。はい、お便り来てますか。さあ、お便り来てたらお便りのコーナーでね、よかったら情報どうでしょう、はい、前回はね、お便りありましたからね、送ってくださったんですよ、はい、前回お便り紹介させていただきましたから、うん、今回はね、どうでしょうかね。どうでしょう、はい、あればお便り CM さん、まあ、終了までもちろん受け付けてますんで、うんうん、はい、さあ、ゆるいのがちょっと取りに行ったんか、はい、かな。シャインマスカット食べに行ったんちゃうか、うん、ちょっと小腹すぎた。どうした、シャインマスカット食べに行ったんちゃうか。あ、来ました来ました、来ました、はい、あ、やったー、来た来た来た、ありがとうございます。本当ありがとうございます。さあ、これ前回も書いてくれた、はい、岡山、はい、ペンネーム、はい、岡山の中さんから。あ、岡山中さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆりうどんさん、国連の村田さん、リンダさん、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。2回目も楽しみにしてました。あ、味覚テストはまさかのゆりうどんさんとリンダさんがシャインマスカットを食べたことないのに驚き、食べたことないからどっちが高級品か分からないのは仕方ないのかなと思ったと、2問目と3問目はさすがだなと思いました。はい、やった。また味覚テストやるときはゆりうどんさん VS いいね村田、私が対決やってほしいです。村田さんが間違えるところも見てみたい。これからも楽しい番組期待しております。素晴らしい、ごめんなさい。確かにありがとうございます。もうマジリアルタイムで見てコメントくださったという。ありがとうございます。ね、本当にありがとうございます。さあ、次は村田さんともっていうふうに言われてます。そうですね。いや、なかなか手ごわいぞ。俺は。いや、村田さんは、うん、結構いろいろ知ってそう。そう、いろいろ食べてるでしょ、いいやつ。もちろん、色もお金使ってます。いやお金使わせていただいてますよ、それに関しては。まあまあ、いつかそういうのもね、対決できたらなと思います。まあ、村田さんに勝ったら、やっぱり真のなんていうのかな。うん、舌超えてるうどんアイドル証明できる気がします。あ、本当ですか、はい、まあまあ、うどんに関しては特化してますが、うどん以外食べた時は確かに私もいい勝負できると思うんで、そうですよ、そこで勝負したいなと思います。もう俺は眼中にないっていう寂しそうな顔してたわ。なんかもう当て、ゆりうどんの上で寂しそうな顔してた。じゃあ3人でやろう3人でやろう僕も入れてくださいさあ、ということで、はい、続いては、続いては、続いてはゆりうどんの8月ニュース、はい、お、8月ニュース第1回の時もね、7月ニュースありましたよね。8月ニュース、8月にあったこと、はい、8月ニュース、はい、ちょっとなんか可愛い、私可愛らしい、これゆりうどんかわいい、はい、8月ニュース、はい、1個だけです。はい、お、さっきの CM でもありましたが、はい、セカンドソング Believe MV 公開しました。よいしょー。素晴らしい。ゆりうどんの YouTube でご覧いただけるので、うん、聞いてみてください。ぜひお願いします。うん、私ももうすでに聞きました。はい、見ました。今見たら、あのテクノポップっていうのあれ。そう、テクノポップって言って、うん、なんかね、いやいやな、うん、そう、あのね、Perfume とか、あ、うん、そうそう、そんな感じした。そう、あと昔で言うと電気グルーヴ。ああ、昔で言うと。まあまあ、そうそうか、そういう感じか。だいぶ、うん、なんていうか、なんかあのゲームの音楽というかさ、そういう感じのピコピコ感もあって、そうすごくポップやな。でも歌詞の内容は割と、うん、あ、ゆるうどんこんなこと考えてんのかとか、なんかいろいろすごいリアルなこと書いてるなって思いました。なんかね、うん、やっぱね、1曲目とのギャップ、うん、そう。思った。ギャップ萌えを意識しました。セルフプロデュース。燃えれるんだ。セルフプロデュース。計算しました。かっこいい。かっこいい。かっこつけ方よ。ダサい。まあでもあの本音を書きましたね。なのでまだ聞いてない人はぜひ聞いてほしいなと、うん、はい。よろしくお願いします。で、苦労な点とかあったんです。これ MV 作る点に関してセルフプロデューサーがやっぱ自分も関わってると思うんですけど、いろいろ自身も。あ、でも今回は今までその前やってたグループ、うん、ピッピパパパの戦いっていうのもある、はい、ありましたけど、曲やっぱ自分で何曲プロデュースしてきてる中で一番いろんなスタッフが関わった曲かもしれない。そう、なんかそのボーカルのちょっとあの機械音っぽくして、よりその世界観を、そのテクノポップの世界観を出したりとかしてもらったり、あとやっぱイラストとかそういうの編集とかいろんな人が関わったので結構割と力作です。いや、力作ぜひ見てほしいと思います。はい、見てください。
さあ、というと本日は8月のニュースは、はい、ベリーの MV 公開ということでございました。はい、お願いします。はい、CD とかは どういう感じ。あ、 CD ね、これです。これだよな、これなんだよな。カップリング曲なので、うん、なるほどなるほど。うどんか計画とビリーブが収録された CD、 そういう風になってると。そういうことです。ぜひよかったらお願いします。損益分岐点は超えているのでしょうか。お願いします。お願いします。さあ、ということでここからは、先日もありました、はい、抽選会ということで。抽選会、本日ご来場いただいているお客さんの中から抽選で1名様、うん、はい、ゆりうどんの直筆イラスト色紙をプレゼントします。入場の際にお渡しした整理番号をちょっと皆さんお手元ご用意していただいて、これは今回のやつです。あ、これは家でのゆりうどんかな。そう、うん、ありがとうございます。さあ、どうでしょうか、抽選。さあ、今用意してくださってますけど、はい、じゃあリンダさん、はい、右か左か。はい、じゃあ右で。右、はい、右手に紙がありました。はい、3番。3番、3番の方。あ、おめでとうございます。直接私に言ってくれるって。はい、そうですね、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。毎回の恒例企画にしていきたいと思います。そうですね、だから皆さんね、はい、来ていただいたら直筆のねサインもらえますから。はい、ちなみにあのチェキとかアイドルってよくとるじゃないですか、うんうん、チェキホルダーってあるやん、うん、あのサインとかどこに保管しとけばいいの、うん、それが一番ベスト、どこに保管しとくの。チェキホルダー、チェキホルダー、チェキやったらチェキホルダーに入れたりする、うん、あの直筆イラスト、サインをどこに保存しとったらいいの。どうしますか。専用のあれを買います。あ、あ、そのために嬉しい、はいはい、嬉しいですね。専用のやつね、な、はい、専用のやつ買ってくださって、それかまあ天井に貼ってもらうかね。寝るとき見れる、寝るときね、もうずっと見れるから。それさ、神棚の上の空のやつみたいな。拝むでもよろしいです、はいはい、そうですね、ご自由にお使いくださいということでございます。はいはい、さあ、ということでそろそろお時間も迫ってまいりました。はい、本日エンディングでございますけども、はいはい、さゆりさん、どうしてもあっという間やね、うん、あっという間でしたね、はい、うん、今回は、食べ比べ対決したりしましたが、うん、そうね、実際どうでした、この50分やってみて。50分やってみて、うん、うーん、そうですね、うん、おい、まあ、燃え尽きた。まあ100点ですね。あ、やあ、いや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 いやいや、いや、最初300点満点って言うからさ、何点満点って話になってくるから気になる。嬉しいけどね。前回の10点は10点上がったってことだよね。そう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 、よっしゃ。ちなみに400点満点で、おい、全て上がっとるやんけ。じゃあ変わってないんちゃうか。ちょっと減点ちゃうかじゃん。やっぱりね、あのね、リンダさんの回答かぶっちゃったっていう。そうね、あ、まあ、あれ変わったな。ガチ感伝わりすぎたな。なんかガチ感伝わりすぎたな、ちょっとな。反省会した。いやいやいや、リアルすぎたな。それは確かにありました。別れた方がな、正解みたいな、ね、そうそうそうね、感じはありましたけども。いや、でも初めて食べたシャインマスカット、うん、美味しかったでしょ。あ、美味しかったですよ。それ、ね、味は美味しいですよ、うん。ちょっと区別がつかなかったっていうだけであって、美味しいも美味しいです、そら。うん、ゆるうどんも初めて食べたけども、はい、今回からシャインマスカット好きになってもらって、じゃあ、はい、そうですね、うん。まあ、うどんもいいけども、うん、そうですね、うん。シャインマスカットアイドルになりたいと思います。急に。ここに来て。そこも目指したい。食べて、それぐらい衝撃あったんや。うどん食べた時との同じぐらいの衝撃で。めっちゃ美味しかった。はいはい、はい。ゆうどん、あの、ごめん、ゆるうどん略して、ゆうどんって出した。すごいね。ギュッとしたね。うどん、うどんとシャインマスカットって合うんかな、うん、あ、それも面白いですね。あ、でも、うん、あの、なんだっけ、あのレモンみたいなさ、そうそうそう、カボスカボスうどんあるよね、はいはい、ありそうですけどね。って考えたらシャインマスカットも、でも甘いけどな、うんうん、まあ、中に入れるのは違うんかな、わからんか、うん、でもそこら辺ゆるのは開発していただいて、そこら辺また教えてほしいなと、ね、これってもう終わります。そう、もうそろそろ10時間が迫ってるの、はい、1個だけいいですか、ちゃんと言ってください、はい、あの、うん、YouTube 皆さんこれ見ました、第1回目の YouTube、うんうん、YouTube あるじゃないですか、うん、あの YouTube で僕らのやつこうどれ見るみたいな感じで最初になんか静止画みたいな動画あるじゃないですか、サムネが、サムネ、うん、あれ見るときにあのあるんですけど、その静止画、うん、僕だけめっちゃ揺れてるんだ。皆さん見ました、めっちゃ俺だけ、みんなあとあのゲストの人もみんな静止画でちゃんと綺麗に映ってるのに、うん、僕だけなんか揺れてるんですよね。で、私もこうやって漏れてて、そうですよ、ね、めっちゃ可愛い感じ漏れてて、あれって誰がどう選んでるの。無作為ですよね。じゃあもうその無作為でそれを決めてる人はセンスあるなと思って、うん、あの Google です。そう、わざわざ、わざわざ俺だけこうなってる写真を使
使ってくれるっていうのがすごいなと思います。だから Google さんよかったらあの今回もこれでお願いします。最初の何分かやから最初の何分か揺れといてくれたら、めっちゃ面白かったからよかったね、はいはい、よかった。それ YouTube の方もねこの配信見れますね。ちょっと言いたかったんです。じゃあ来月はこれで始めましょう。最初ちょっと皆さん、はい、この可愛い感じリンダさんこれでこれこれお願いいたします。ゆりなさん言い残したことない？大丈夫？ないです。ないですか、はい、OK、今日も100点ということをもらいましたんで、楽しくやらせていただきました。ゆりうどん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 ちゃん騒ぎでございます、はい、最後にですね、次回の放送をお知らせさせてください、はい、9月28日土曜日17時から、ここ CWEB から公開生放送です。よかったら皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。お願いします。以上ゆりうどんのどんどんどんちゃん騒ぎでした。バイバーイ。バイバーイ。